渋谷楽器デイ？そのイベントに二人で参加するのか。ああ、臨時の手伝いとしてな。いつも機材貸してくれる店の店長さんが出店するんだけど、スタッフさんに急な用事が入って人手が足りないらしくてさ、それで私とトーヤが手伝うことになったんだ。楽器のイベントの手伝いか、なんだか面白そうだね。ええ、でも少し大変そうね。お客さんに売るなら楽器の知識も必要でしょうし。はい、なので前もって店長からいろいろと教えてもらいつつ、自分でも勉強しようと思っています。青柳くんならすぐに覚えられちゃいそうだね。つーか、アンの方が説明できんのかって感じだけどな。私だって勉強するから大丈夫だってば。多分。ねえねえ、その渋谷楽器礼ってどんな感じのイベントなの？実際に楽器に触れて買ったりできるイベントなんだけど、確かホームページがあって、あ、この去年の写真がわかりやすいかも。こんな感じでいろんなブースが並ぶみたい。うまー、トランペットとかギターとかたくさんある。本当ね。それに同じ楽器でもすごくいろいろな種類があるのね。作るメーカーによっても材質によっても吹き心地や音色がかなり変わってくるので、様々なものを取り揃えているようです。でもこんなに種類があると選ぶだけでも大変そうだな。だからこそ自分にぴったりのものが見つけられた時すっごく嬉しいんじゃない？なるほどね。楽器っていう相棒を見つけるみたいな感じかしら。相棒？えへへ、そう考えるとすごく楽しそう。確かに誰かの相棒探しを手伝うと思うとやりがいがあるな。しかし。どうかしたか？あ、いや、大したことではないんだが、ちゃんとした接客ができるか少し不安でな。え？当日は楽器の搬入などもあるが、主な仕事は来場者への接客と販売だ。だが、俺は接客をしたことがない。果たして、来てくれるお客さんたちに満足してもらえるかどうか。確かに、慣れないと緊張するわよね。それはわかるわ。そうだよね。あ、そうだ。それなら、接客の練習してみようよ。接客の練習？うん。私、接客は結構得意だから教えられると思うし。で、代わりにトーヤは楽器の勉強に付き合ってよ。それでトントンってことで。トントンかはわかんねえが、実際お互いできることを教えんのは効率的だな。まあ、私が教えられるのはカフェでの接客だから、どこまで今回のに活かせるかはわかんないけどね。でもあんちゃんが教えてくれるならいい練習になりそうだわ。確かにそうですね。白石の時間をもらってしまって申し訳ないが、そうしたらお願いしてもいいだろうか。うん、オッケー。私もお客さん役とかできることがあったら協力するから、いつでも言ってね。あ、ありがとう。そうだわ。よければここで練習していったら、接客するにはぴったりだしね。本当ですか？ありがとうございます、メイコさん。よーし、それじゃあ早速特訓だね。あ、ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。
まあ接客の流れはこんな感じかな。どう？なんとなくわかった？実際にできるかはわからないが、一旦流れは把握した。それなら十分。じゃあ早速やりながら覚えていこう。というわけで、レン君、リンちゃん、お願い。はーい。おー、なあリン、こんなところにかっこいいカフェがあるぞ。うんうん、入ってみようよね。あいつら、ただの客の役なのに妙に気合入ってんな。こんにちは、私たちお客さんです。ほら、お客さんが来たよ。トーヤ、レッツゴー。あ、わかった。白石のように背筋を伸ばして軽やかに。なんだかちょっとギクシャクしてるっていうか、動きが硬いような。緊張してんだろうが、さすがに緊張しすぎだろう。はっきりと聞こえる声で滑舌よく。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。そうや、レン君たち怖がっちゃってるじゃん。もっとリラックスリラックス、自然体で大丈夫だから。まあ、わかった、もう一度やってみる。びっくりした。急にすごいついてくるんだもん。すまない、どうもしっかりやろうと意識すると肩に力が入ってしまうようだ。繰り返し練習すればきっと慣れていくわ。焦らずゆっくり覚えていきましょう。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。うん、今のすっごくいい感じ。あとはまだちょっと肩に力入ってる感じがするから、もうちょっとリラックスできたら完璧かな。リラックス、確かにそうだな。でも本当にどうだ、すごく上手くなったね。ね、いらっしゃいませの挨拶も最初はあんなにすごごって感じだったのに。そうか、そう言ってもらえてよかった。ふふ、お疲れ様。一段落したことだし、少し休憩しましょうか。はい。あ、トーヤ、休憩の後楽器のことを教えてくれない？イエローブラスとゴールドブラスの違いまでは覚えたんだけど、まだよくわかんないところがいっぱいあってさ。ああ、わかった。あとはこれも少し練習するか。あら、それってもしかしてトランペットのマウスピース？はい、俺が個人的にやっていることなんですが、これで音を出せるようになろうと思っているんです。え？わざわざそこまでやるの？俺も吹けるようになれば、初めて管楽器を吹く人にコツを説明できるからな。体験コーナーは基本的に対応しなくてもいいと言われているから、必要ないかもしれないが、自分にできることは全てやっておきたい。こういうとこさすがトーヤだよね。何でも全力って感じでさ。やるって決めたことはちゃんとやる感じ、かっこいいよね。イベントうまくいくといいな。俺もトーヤのこと応援してるよ。あ、ありがとう。お風呂の洗剤は望月さんが買ってきてくれたからこれで
必要なものは全部買えたかな。そう、それじゃあ帰ろう。うん、ありがとう真冬、日用品の買い出しに付き合ってくれて。別に、私も使ってるものだし。そっか。あれ？へえ、福引きか。やってみる。そうだね、せっかくだしちょっとやっていこうか。ありがとうございます。それじゃあ。玉が出た。赤いけど、これって何等なのかな。え、渋谷区長？演奏会。そういえば最近、生音での演奏ってあんまり聞いてないの。それに、真冬にとってもいい気分転換になるかもしれないし。せっかく当たったし、よかったら行ってみない？今週末は予定もないし、奏が行きたいなら。そっか。じゃあ、行ってみよう。うん。